チラリナスト今日ピースじゃナストです。今日も早くです。すっかりお気に入りになりました、これの釣りが。で、今日は宗男くんもアルミボートでだけスペシャルゲストが来るからね。そう、釣り岡が持っている乗り物全部使う。カヤック2台にアルミボートで。ちょっとあれば見せて。あればお乳の。お乳のあれね。あれば。あれば見せて。くれや。違う。くれ。されちゃう。そっか。こないだね。こないだ俺のエギングロッドね。ちょっと言わんやったけど、ハンドルの硬くてさ。ゴリゴリ。買い直した。こうだ。変わった。だから。これ一緒やね。しかもね、今まで俺釣り竿ね、全部1万円台。ああ。エギングも正直も全部1万円台のとかしか買ったことなかったけど、珍しかね、ついに3万円ですよ。珍しかね。これも3万円ですよ。釣り具に金かけるって珍しい。珍しくないよ。俺エギング好きやし、ちょっとこの間ストレスが、あのね、動画で見たら分かると思うけどね。うん。しゃくれ一発目ね、これじゃ動かんけんね。ゴリ。両手でギュッて回した後に。今日はいいよ。でもお湯につけて洗ったら治った。ああ治ったかい、うん、治った。でもちょっとキムのさ、竿の先っちょ白かや、うん、かっこいいもんね。俺もそれこれね、あの当たりがめちゃくちゃ分かる。そういえばずっと言うけんさ、おいもちょっと欲しゅうなってさ、こたこってしまった。これどこ、島野さん。セピア、セピアってどこ、島野さん。めちゃくちゃいいよ。ということで早く準備しましょう。はい、準備しましょう。いつもの感じでヒュー。ということで、ものの10分で準備完了しました。早いね、やっぱ慣れるとね。慣れたら早いね、いい感じに。ほら、なんかかっこいいやん、旗が2つ。ちょっと風があるね。風がちょっとあるね。でもまあ目の前しか出らんけ、遠くまで行かん、遠くまで行かんけ。あとはね、宗男が到着して船を下ろしてもらってるけ、それ見に行こうか。見に行こうか、うん、あ、クレーン車で下ろしてもらってる。贅沢ですね。いつもお世話になってます、パールマリンさんには。何でしてもおて。ほら、宗男が降りた。おれよ、胸押し下ろしてもうた。あら、あんた贅沢ね。贅沢ね、よかったやんね。うわ、釣り岡ボート。あ、これ塗ったと、はい、白塗った。あ、チュクトリオが塗ってくれたと。いやいや、これ置いとった奥ちゃんで、で、白に。で、おっちゃんが勝手に中国トレードされたと。そう。金場、セシメンバイかもね。セシメンバイか。で、あの、上のデッキも安い。いや、めっちゃ綺麗になってんやん、船。うん、これ、うちの船やろ。そうよ。釣り岡の船、俺が知らん間にめっちゃ綺麗になったんで。また、デッキもまた張り替えたけど。ナスくん、木村の華麗なるライドオンテクニックを。すでにびちょびちょになりそう。よっ、うわ、ああ、濡れた。よいしょ。よいしょ。行くぜ。出てきた。キャストの顔。いいでしょ。いいね。エンジン蓋のちょっと開いてる。あ、本当。こんなことで。あ、やべえ。危なか危なか。もうなんかエンジン聞こえたろ。あ、来た。さあ出発しますかね。はい、しましょうか。ついに
で、今小潮であと1時間潮が動かないんだって。ああだから1時間釣れないらしい。あ、今年連れてってだけ。このまま、このまま連れてって。で、潮が1時間動かないから、まあ1時間様子見ながら、ああまあなんとなく釣りして、はい、1時間後やね、勝負は。じゃあ行きましょう、キム行こう。キム行くよ。行こう。行きましょう。おお。おい。楽しそうやろ。おお、楽しそう、楽しそう。いいね、これ。いってらっしゃい。まあ俺もついていくけど。いいね。さあ、大海原に出ていきました。まずキムが出てって次は、はい、ご安全に。めちゃ濡れる。これやだ。この波やだ。めちゃ濡れる。うわー、これ最悪や。これやばい。全然波あった今日。やだやだこれ。うわー。うわー、これやばいよ。びしょびしょや。あ、俺もこのスピードでしか行かん。海原でいいね、楽しそう。もうダメだ、もうケツびっしょびしょ。終わった。あ、どこまで行く？こう流れるってことやろ。あの、あそこまで行く、青いで流される。こっちの方に、こっちの方に。かっこいいやん。向かってくる、向かってくる。うわうわ、もう諦めた。浸水した。びしょ濡れじゃん。あ、びしょ濡れ。びしょびしょやー。びしょびしょやー。二人ともびしょ濡れや。びちょびちょや。まず水かきからせや。水かきからせや。宗よし変わって。見て宗よし、俺こ水かきだ。終わった。なんやこの作業。うわ、そしてめっちゃ流された。早くね、流されるの。いや、俺あるよ。うわ、クラゲが入った。焦げしとったら。クラゲ大量買うんやもん。やばい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 。お、行来士はパドルで離脱。やばかけ、やばっ。もっとひどい時がある。アクセルワークや、アクセルワーク。うわー、なんか不思議な感じ。母乳の顔がもうびっしょ濡れやわ。顔が。俺も調子乗って竿こた。あー、アンカーある方が、ね、うん、しやすいかもしれんな。この時木村の顔は間違いなかった。
頑張れダメだこれこりゃおいナイスキャスト。クラゲすげえな。あ、いい感じかもってくらん。お、あ、じゃあちょっと私の方で。うわ、うわ、マジか。当たったもん今。うわ、めっちゃいいやん。当たったよ。いいね。当たった当たった。早い早い。マジで。今ね、ここ16メーターぐらい。あ、そんなにあるんだ。もしかしたら魚かもしれん。あー、この辺意外とタイとか釣れたりするもんね。へえ。いやー、マジ当たったよ、悔しい。ドンって当たった。いいね。ナイス。抜けた。うわマジか。抜けた。これか。うん。でもいい。オニューロッドね、めっちゃ当たり取れる。ああ。クラゲ。これもティムラする。キム。クラゲ。クラゲ。多分船がこう流れようにゃ。はい。クラゲ多いもんね今日最近。これ多分ずっとクラゲだ。話座礁すんじゃねえ。もうちょい行ったら。一瞬でここまで来るもん。だって与那市最初投げたのキムの位置やもんね。あそこから2頭でここまで。マジ一瞬でここまで来んな。ね。一瞬で雑誌を仕掛ける。ちょっと火薬抜けよりマジで間違えたね。ちょっとだけね。風が。おわキムはアンカー打ってあそこにずっと維持しといよ。アンカー上げるの大変。まあね。結構ね深いですよ。あのね、そこで9メーターぐらいあるわ。やばか。いやでもちょっと行ったら16メーターあるから。やだ。でもアンカー必須やね。アンカーいるね。あちょっとロープにレンガつけるぐらいでも全然。さあそうね、あのコンクリートブロックね。そうそうそう、あそこに行こうかな。あっち。ヨレシはどこ行ったかな。めっちゃ遠くにおるやん。めっちゃ遠くにおった。この前あの俺がでかいの釣ったのがあっちの一番手前の部位のちょっと大きい。びっくりしたもん。でかかった。でかかった。ヨーロッシュどこ行ったかにゃ。ヨーロッシュ消えたね。消えたね。ヨラシ消えた。消えたよ。ね。これでやっぱりちょっと溶けるけど。おらん。あ、可能性あっかもね。おかっぱりの可能性あっかも。だいぶ流されようね。うん。もう軽く30メーターぐらい多分流されてる。おい、自分の私物ない持っとんばって。私物ない持っとんば。なしたなした木村氏。あ、こいたこいた。なしたね。ちょっと大岡駅は大岡駅はいい。んながね、大岡駅はみんなね、準備のね違うじゃん。ティップランがですね、あ、2個ありますね。ち
ょっと見して見して。ほらほら。ちょっと手に、俺の手に、俺の手に取ってみる。俺の手に取ってみる。ああ、なるほど。そのね。まあ、これ。ああ、その2つ、2番目、3番目がティップなんかな。ああ、なるほど。そう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 。まあまあ、見たきゃ、まあ全然よかった、見と。返しますね。あれ？何ですか？どうしたんですか？なんかスクロスクロマット。どうですか？ああ、なんかティップラがあった。ありがとうございます。はい。スナップは？スナップいらんす。あ、大丈夫？大丈夫です。はい。この辺もスクロでしょ？ん？この辺深いですか？ね、14メーター。ちょっと深いね。ま、俺が準備した駅に、ね、いや、ほんとおらんのよ、ね、よらいし本当におかっぱりしようかもしれん。してよらい、いたいたいた、かさむらにおる。マジで？あった！あったあった！俺も見つけた見つけた。ちょっと待って。見つけた！ここに。いや、降りとるね。おかっぱりしよる。おかっぱりしよる。おかっぱりしよるよ。そう、よーらい、おらんよねっつって。わざと死んだと思わせようかなと木陰に隠れてみたと。しかし、いや、初夜からも今釣りにならん。あ、投げてももうライカビヨーンってなるけど。よーらいし、これ乗るかい、後ろ。そうね、ここに船置いてからさ、それ乗るで。あ、それもありね。そっちからやったら乗りやすいかもしれない。ビチョビチョってレベルじゃない。ビチョビチョ。ありゃー、これよかねー。今回はよかと乗って一回も釣りしとらん。これよかと乗って。まさかのもう胸を船長になってしもと。もう結局胸を船長。あ、じゃあ釣れんやん。ほら。ほら。ちょっと胸を船長あればちょっとごめん。言っとくけどね、プライベートでは釣っとけね。あれやもんね。あの日が悪い時にどうしても釣れん時に胸を船に行くけん、胸を船でも状況は悪いってことやもんね。そうよ、そうよね。うわ、あったかい、あったかい、こがよかったかです。びっしょびしょになった場合胸し、俺確かびっしょびしょびっしょびしょ胸し、びっしょびしょ。あ、お茶忘れた。ありゃなんだ。いや、飲むときは飲んでこれ。あ、クラボックスに1本入れといよ、アクエリアス。優しかね、やっぱ俺
この船がよかよか、おいも船尾船長がよか、船尾船長が優しかけん、メバル釣り行こう。だってさっきね、さっきね、エギもね、うん、エギくれた、もらった、いやいや返せ返せ返せ、エギももらったし、船長はハサミ中、ハサミ船長ハイボール中ですか、ハイボール中船長腹減った、いや、あるったあるよ船長、ダイエットやけん、いらじゃあ、後からみんなに配ろうって思ったとなる、サラミ、あ、いいね、全然揺れが違う、本当やね、全然揺れんねいや、宗男氏が、俺らが出た時、もうバッチャンバッチャンだけ、うん、宗男氏のボートも、なんかバチャバチャになるかなと思ったら、さっそうと、キューって言ってせやんって思ったそんな違うかもう帰ってきた、ハッキーボート、なんで火薬で釣りしようって言ったよ笑い解決帰ってきた、ひどかったの帰ってきたけどもうよっか、俺火薬嫌いいやいや、火薬は飲まんよもう俺、ずっと楽しいって週末、土日、波なかったら行こうかな、個人的にね、行きたいなと思って、どうしも釣ってよ、楽しい、もう洗い寒かどうか、もう知ってよ、もう来たんじゃない、これ絶対違う、分からん絶対違う、分からん、せん絶対違う、せーん、しゃくってる途中に重くなったぜ、これもこの前でっかいやつ3回目のしゃくり分だった、いかもういかやん、イカうわーっしゃ、胸落ちたよ、イカじゃねえ、マジで、マジで白くない、やばい、え、なんか魚、いや、イカやイカ左、ネットマジでやん、いくよ、うわー、どうや、釣れた、本当にイカやほら、言うたぞ、ギリギリ持ち帰りサイズのイカや、ほら、釣れたせん、釣れたせん釣れた、よかったよかったおいナイスさやったよかったやんねほら釣れたよ宗男船に乗った瞬間釣れた、ほら優秀かね、宗男船、そうやろ、俺絶対イカじゃないと思った三尺レベルぐらいできたもん、いや白かってイカだって炭吐いたけんね、さあ、お二人さん無理番、はい、長いこと頑張りました、まあ、はい、夕方近くなったところですが、はい、寒いです、俺も寒いし、二人ともびしょ濡れやもんね、びしょ濡れでめっちゃ寒いので、はい、帰ります、はい、あー失敗やったな、まあでも一匹釣れたけんね、失敗釣れたら大成功、まあそうね、一匹釣れたけんね、いやもうこの寒さにはかなわ、失敗釣れたら大成功、じゃあ帰りまーす、お疲れした、お疲れした、よかったです、ご視聴ありがとうございます、メインのチャンネルはこちら、料理のチャンネルはこちら、高評価チャンネル登録よろしくお願いします、インスタグラム、ツイッターのフォローもよろしくお願いします、じゃあね。